改めパンセスすねげ ASMR とうとうこの領域に来ましたか。この領域じゃん。みんな ASMR とかわかる？俺結構好きなの。あ、聞くけ。うん、結構食べ物の咀嚼音とか俺は好きなの。俺、あの、TikTok で韓国人でさ、あ、食べてたよ。あー、キムチとか韓国の人うまいよね。チキンとかね、ザクザクって食うよね。でもなんか今日アツキなんか変なこと言ってるなと。ASMR 聞きながら寝るらしい。あ、思い出した。団子あるやん。団子。うんうん、それが食う咀嚼音でこれ抜けるらしい。抜けるって言ってね、寝れるって言って。団子の咀嚼音相当エロいらしい。マジ？そもそも ASMR 食うんだよ。俺はいつも生で聞いてる。ほっといいよ、お前。怖い、怖い、怖い。何を言い出すの？何を言い出すの？キュルキュル、くちゃの。ああ、確かにね。わかる。いや、もうやんねばな。いや、もうやんば。うん。弁解の人はなんだよ。ない。でも、あれは下品な、くちゃくちゃ。うん、俺が聞いとる団子とかは上品な、くちゃくちゃ。全然そうなんや。本日はね、はい、ダランチ名初挑戦の ASMR をやっていきたいんですけど、絶対需要ない。これだってうるさいのが売りなわけ。絶対需要ないと思う。そいつらが一番静かなのをするっていう、うん、で、何でやるかという問題なんですけど、本日はね、僕たちがピックアップしたのはスネゲということで、汚ねスネゲで、まあいろんな音を出して皆さんにね、楽しんでもらおうかなっていう。マジ？でも団子のくしゃくしゃが好きな人もおるってことはさ、いやいやお前スネゲもおるわ。大前提として団子はめっちゃ美人ですよ。国目でも見ても癒されるわけよ。いや俺ら皮隠れるやん、スネゲねんから。いや、目いっぱいスネなの。おい、きっとな。それでね、次の枠から完全 ASMR で小声でいきます。いや、もう推奨や、うん、それではですね、やりやりますダンアンチング。それでは Lotion or gum tape.
Oh.